こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはシーキングザパール、シュアシップ。この馬も好スタートを切りました。ハッピードリーマー、前に行きそうです。ナックルプレス、それに続いています。さらにはシュアシップ、10番ケープベルディ、その後ろベリーオフ、どうやら後方からの競馬。それでは先頭から、なんとなんと先頭はシーキングザパール。これには場内もどよめいています。並んで11番シュアシップ、ベレーバ、この馬もこのグループ、ナックルプレス、そのうちに続いています。内からはハッピードリーマー、フライトワイン、そのうちに続いています。その外にエクスクルーシブ、その外からシックスウィングス。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。それでは先頭から、先手を取ったのはベレーバ、前はベレーバ、ベレーバ、さらにリードを広げましたケープベルディ、ほとんど差がありません。3番手にシーキングザパール、絶好の手応え。14番シーキングザパール、差を詰めてきました。一気に先頭を捉えるか。ここで先頭変わりました。先頭はシーキングザパール、シーキングザパール、先頭残り 100m、 シーキングザパール先頭。2番手はベレーバ、シーキングザパール1着、シーキングザパール1着。2着にはどうやらベレーバ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。シーキングザパール、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはイージーベルベット、レイクヒル。この馬も好スタートを切りました。ワーキングキャスター、前に行きそうです。イージーベルベット、それに続いています。さらにはレイクヒル、12番ティーバーゴルフローズ、その後ろ前に戻りましょう。先手を取ったのはレイクヒル、内からはイージーベルベット、その外からティーバーゴルフローズ、その外にワーキングキャスター、その隣に宇治山インディ。さあ先頭はティーバーゴルフローズ、レイクヒル、ほとんど差がありません。イージーベルベット、3番手アグネスワールド、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭はアグネスワールド、アグネスワールド先頭、残り 200m、 アグネスワールド先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ワーキングキャスター、追いすがります。アグネスワールド、もう一伸び。先頭はアグネスワールド、1着でゴールイン。アグネスワールド1着、2着にはどうやらルカヤンプリンス、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アグネスワールド、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはサンシャインストリート、スマートフォレスト。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出したのはサンシャインストリート、さらにはベルシアンクリスマス、3番宇治山アラウンド、その後ろクロコルージュ、後方に控えました。もう一度先頭から、
サンシャインストリート先手を取りました。その外からスマートフォレスト、その外にロイヤルアンセム、好位置をキープしています。セイウンスカイ、その隣にエンゼリー、ネダウィ、そのうちに続いています。その外にディバインアリーナ、その隣にペルシアンクリスマス、その横に宇治山アラウンド、ザール、すぐ後ろ、その後ろにサガミクス、並んで9番ハイライズ、フルーツオブラブ、この馬もこのグループ、すぐ隣にダブルマジック。各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはスマートフォレスト、これに続くのがサンシャインストリート、好位置をキープしています。セイウンスカイ、その隣にロイヤルアンセム、その横にエンゼリー、ディバインアリーナ、この馬もこのグループ、ネダウィ、そのうちに続いています。その外にペルシアンクリスマス、黒の帽子、宇治山アラウンド、その後ろ、すぐ後ろにサガミクス、並んで9番ハイライズ、前はスマートフォレスト、まだ粘っています。2番手はサンシャインストリート、3番手にセイウンスカイ、絶好の手応え。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。スマートフォレスト先頭、セイウンスカイ先頭、2番手はロイヤルアンセム、追いすがります。やはりセイウンスカイ先頭だ。クロコルージュいっぱいになった。セイウンスカイ先頭、残り 200m、 セイウンスカイ先頭だ。残り 100m、 2頭の叩き合い、ロイヤルアンセム迫る、やはり強い。セイウンスカイ、セイウンスカイ、大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭に立った西野フェロー、残り 100m、 カバーを一気にちぎります。2番手はノーブルコンサート、西野フェロー独走、西野フェローぶっちぎりです。西野フェロー1着、2着は微妙です。1番人気に応えました西野フェロー、見事です。